時々見慣れない女騎士がこの辺。何か用かな、お嬢さん。8月15日は夏祭り。おお、今のところそれならどうし、よしよし、ほらよ、それならどう、よしよし、それならどう、よしよし、ほらよ、報酬だ。どうした、この店なんだ、貴様と。ん？冒険者を雇い。だる。はい、何でしょうか。見込んで折り入ってお願いがあるんだが。何でしょう。これはあんただけに話すことだからな。くれぐれも他の人には言わないでくれよ。はあ。俺にはな、一つだけ悩みがあるんだ。見ての通り俺ってハゲだろ。昔は立派な黒髪をなびかせていたもんだが、今じゃ見る影もなくなっちまった。最近思うのよ。ああ、あの髪がまた生えてこねえかなってな。そこでだ、あんたに強力な育毛剤を作ってもらいてんだ。時間は問わねえ。できたらすぐに持ってきてほしいんだ。頼むぜ。わかりました。でもあんまり期待しないでね。いらっしゃい。どうしようかな。Thank you.
何も起こらないといいけど。こんなところまで人間が来たのは何年ぶりかの。あなたは？わしはジジイよ。皆は長老と呼んでいるがの。お前さん、どうやら腕輪を持っておるな。これでいい？また来るがよい。腕輪を持つ。毎年夏祭りで何か用かな、お嬢さん。あら、マリオ、どうしたの？失礼、よそ見をしていたわ。あ、あなたマルローネという名前じゃないかしら。ええ、なんで私の名前知ってるんだろう。私はキルエリッヒ。そうね、キリーでいいわ。はあ。もしかしたらあなたに頼み事をするかもしれない。いや、今のは忘れて。取り留めのないこと言って悪いわね。急ぎの用があるから失礼するわ。結局何者だったのよ。おお、今のところこれだけ。それならどうしようかな。よしよし、ほらよ、報酬だ。それならどう？よしよし、ほらよ、報酬だ。それならどう？よしよし、ほらよ、報酬だ。近頃はフレアちゃんもす。え、どこに？どうしてこの店？あ、冒険者を雇いたい。はい、何でしょう。あら、どうしようかな。これでいい。ありがとうございます。ねえ、今から夏祭りを見に行かない？へえ、夏
祭りだって昼間でただみんな喋ってるだけじゃない。祭りじゃないよ。まあ言われてみるとそうかもしれないわね。それでも行ってみない？行くとなんかあるわけ？え、特に何もないけど、やっぱり喋るだけ。どうしようかな。そういや昔はよく肝試しとかしたよね。シアなんてすぐ泣いちゃったりして。もう昔は昔よ。今はもうそんなことないわよ。ほんとかな。それじゃあ今からお墓に行ってみようよ。ちょうど薄暗くなってきたし。いいわよ。やっぱり気味悪いね。うん、来たのは失敗だったかも。今なんか音がしなかった？いやー、あ、シア待って、私だけ残して逃げないでよ。なんか用かい？ん？他にすることもない。どうした？この店だる。どうした？俺に用事か？どうしようかな。何か、わしは武器を。よう、例のやつできたか。いつでもいいからな、待ってるぜ。おう、いらっしゃい。どうしようかな。どこに行こうかな。
ってがっちり働いてがっぽり稼ぐぜ。あら、これは。さーて、いろいろ探すわよ。僕の力を見せてやる。えい。
何か。おお、あんたか。今のところこれだ。それならどうしようかな。よしよし、ほらよ、おいしい。それならどうしよう。よしよし、ほらよ、報酬だ。一つにグラセン鉱石武器屋の。何でしょうか。あなたとこんなところで会うとは珍しかな。さて、がっちり働いてごっぽ。あら、これは。
の力を見せてやる。あなたは確かフォックスとかいう名前だったっけ。フォックスは僕の友達だよ。僕はパテット。人間には見分けつかないだろうけどさ、僕は森で採れるいろんなものを売り歩いてるんだ。お姉さん、何か買わない？どうしようかな。これでいい。これでいい。それじゃまたね。誰かが私を呼んでるような気がする。なんか栄養剤を持っていかないといけないような予感がする。なんでだろう。どうしようかな。なんとなく妖精の木の広場まで来たけど誰もいないや。どうして私栄養剤なんて持ってるんだろう。妖精の木？そうだ、この栄養剤をあげよう。どうせ人間が飲むもんじゃないしね。帰ろ。
にここに来るのだが、たまにここに、なんだ、ここに何かよ、わしは不器用だ。よ、例のやつできたか。そうか、できたか。悪い、今日はもう店じまいだ。一つにつき怪盗をデアヒメルって知ってるか。宝石とか美術品とか高級なものしか狙わないんだそうだ。あんたも今のところこれだけ。それならあんたどうしようかな。よしよし、ほらよ、報酬だ。それならあんたの力なら大丈夫。どうしようかな。よしよし、ほらよ。あんたの力なら大丈夫。そうか、まあやるやらないは自由だからな。どうしたこの店。どうしようかな。どこに行こうかな。また新しい知識が得られると。あら、これは。さーて、いろいろ探す。Thank you.
ってやる。えい、僕の力を見せてやる。力を見せてやる。えい、僕の力を見せてやる。僕の力を見せてやる。僕の力を見せてやる。えい、力を見せてね。
てたね。落ちてるけど誰もいないや。とりあえずもらっちゃおう。でしたっけ？ああ、俺だよ、武器屋の。髪の毛が伸びたんで別人に見えるだろうけどな。うそ。いやあ、こんな嬉しいことは久しぶりだぜ。ありがとうよ。それでな、お礼を持ってきたんだ。ぜひこいつを使ってくれ。これは以前、西の方を冒険してた時に見つけたものだ。今まで保管していたんだが、あんたが使うのが一番だと思ってな。じゃあ、そういうことだ。ありがとうよ。